こんにちは。賃貸の先イメージキャラクターのマガスくんです。本日は、奈良市大安寺にございます、クレールコート A 棟の1階の部屋に来ております。それではマガスくんと一緒にご紹介させていただきます。はい、まずこちら玄関となっておりまして、玄関の方にはですね、下駄箱を置いていただけるスペースもね、しっかりと確保されております。ではですね、玄関入りまして、まず右手側にございますのが、洋室となっております。こちらの洋室の方ですね、こちら、プライベートルームなどにね、使っていただけるような広さのございます、洋室となっておりまして、こちらですね、はい、クローゼットタイプの収納となっておりまして、こちらではね、ハンガーポールなどは通っておりませんので、衣装ケースなど、積んでいただくようなお部屋となっております。はい、続きましてはね、こちら玄関入って正面のお部屋となります。こちらもね、洋室となっておりまして、約6畳ほどの洋室となります。はい、収納はね、こちらに、押し入れタイプの収納ということで、しっかりとね、奥行きの方もバッチリございます収納となっております。またですね、こちら通路戻りますと、このようにね、通路の方には、こちらにも、収納がついております。こちらも段タイプですね。日用品のストックなどね、置いていただけるような収納となります。またそのお向かいにはこちら、お手洗いがね、ございます。洋式のお手洗いとなっております。はい、またこちらがね、リビングとなっております。はい、こちらのリビングの方もね、しっかりと広く取られておりますが、まずはリビングね、裏手側にございます、洗面のフラご紹介させていただきます。まず入って奥の方にはですね、こちら室内の洗濯機置き場、また、こちらに、独立の洗面台となっております。シャンプードレッサーもね、ついております。はい。またですね、こちらには、お風呂となっておりまして、はい。この水色のね、壁の方が大変綺麗な、おしゃれなお風呂となっております。はい。またね、こちら、奥の方にはね、窓の方もついておりますので、換気もね、していただけます。はい。ではですね、リビング戻ってきまして、キッチンスペースね、このように上下しっかり収納がね、ついたキッチンとなっておりまして、3口のですね、システムキッチンとなっております。リビングの方にはですね、このように、室内のですね、物干し、ついておりまして、エアコンも1台完備となります。ただ収納もね、こちらにございまして、段タイプの収納設備となっております。ただ、モニター付きのインターホンがね、こちらについておりまして、マカスくんのおすすめポイントとなります。また、こちらですね、テラス庭の方にね、出ていきますが、はい、このようになっております。しっかりと広さも確保されました。こちらが庭となっております。はい、それではこちらの物件のご紹介、以上で終了させていただきます。最後にマカスくんからお知らせです。賃貸のまさきでは来店予約いただきますと、仲介手数料割引キャンペーンなどを行っております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のまさきではお客様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。